ブーン、ハロー YouTube、 どうも、デカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで今日は団子大食い対決。そして浜バディが来てくださってます。よろしくお願いします。お願いします。今から食べる団子は浜バディが教えてくれたやつなんですよ。もうとにかくカラフルなんで、そちらをまず皆さんにお見せしたいと思います。そのお団子がこちら。ブッシュパンポンシコーン、ご褒美ビンダンゴー。はい、こちらがですね、博多山田屋さんのご褒美ビンダンゴです。皆さんどんなのかね、想像できないと思うんで、もう早速開けてみます。せーの、はい。うわー、すげー。いろんな味の瓶に入った団子があります。こうやってカラフルですよね。一応味違うの買っといたんで、ほらこっちは長い瓶。すげー、これが団子ですよ。これをまず、なんで浜バディから言われた時に絶対買おうと思ったかというと、なんとここがね、みたらしのタレに入ってる瓶団子なんですけど、上にきな粉なの。ってことは持ち上げた時にきな粉がつくようになってんの。みたらし&きな粉でいけるっていう最高のもんですね。実は私、こんなにバリエーションがあることを。あ、知らなかったんですね。はい。いや、しかもね、これじゃあもうここに今ないけど、実は、一回デカキンプライベートで、一個ずつ刺さってるカラフルなみたらし団子頼んだのよ。一応インスタの写真ありますね。こちらぐらいに載せておきます。はい。はい、こんな感じです。ただもう。あ、もうないです。食べちゃったんで。はい。餅っていうのはやっぱ早食いしちゃうと、喉に詰まらしちゃう危険性があるんで、今回はゆっくり美味しく大食い対決をするという形でやっていきたいと思います。一個ずつ入ってると思うんで、何個食べたかで勝負したいなと。どっちがどの味にするかなど、はい、ちょっと戦い合いましょう。それでは早速、味の紹介をしていきたいと思います。まず一つ目が、はい、こちら、桜。ほんのりしょっぱいんですかね。いや、これちょっと食べてみたいですね。美味しそう。食べてみたいです。そして、ラムネ。これはね、僕長い棒の時も食べましたけど、美味しいですよ、ラムネ。はい、そしてこちら、みたらし。はい、きな粉が入ってますからね。そして、これ食べたことないな。マンゴー。あったのかな？長い棒の時にももしかしたら。で、最後、ずんだ。ずんだはうまいですからね。長いやつのセットがこちらですね。ほとんど結構味が被ってまして、こちらも、みたらし、ラムネ、桜、で、あ、ここが違うんだ。黒ごま。絶対うまい、これは。美味しいです。これは取り合いだ。これは取り合い。もう黒ごまは取り合い。で、次、鬼辛。これは浜バディにあげますね。差し上げます。これはあげますね、はい、浜バディに。いや、これは鬼辛差し上げますから。はい、はい、そしてずんだ一緒ですね。で、マンゴーでしょ。黒蜜。黒蜜なかったね。1本だけですか、そちら。1本だけだ。ちょっと分け合うっていうのはありかもしれないね。そういうのもちょっと考えてみてもいいかもしれないですね。はい、ということでこちらが、全てですね。はい。そして、お値段なんですけど、こちら、ご褒美団子バラエティセット in 黒糖がですね、4640円。そして、ご褒美瓶団子5種セット。こちらですね。こちらが4400円。まあ、いろんな味あるから、ちょっとこっちの方が、ほんの少しだけ高めになってますね。皆さん知らないかもしれませんが、これを買うのにめちゃめちゃ苦労しました。月曜日の何時以降みたいなのが決まってんね。20時頃でしたかね。ですかね。はい、その時に、一気に、やんないとすぐ売り切れになっちゃうの。これ買うのはもうめちゃめちゃ大変でしたね。で、冷凍で届くので、それを解凍してあるという状態ですね。今ですね、こちらお召し上がり方を見たところですね、火を止めた80から90度のお湯に5分ほどつけたら方が美味しいですよって書いてあるんで、ちょっとやっぱ温めて食べてみますか、せっかくなんで。そうですね、美味しくいただきましょう。はい。まあ、でも冷たくても美味しそうだけどな。食べてみましょう。冷たい団子バージョンと温かい団子バージョンも。こっちはじゃあ冷やしのままいきましょうか。はい。こっちはちょっと温めで、はい、はい、いこうと思います。じゃあちょっとこちらを温めたいと思います。それでは早速温めていきたいと思います。これはいいね。もう80度あるでしょ。これは間違いなく火も止めてあります。じゃあこちらにご褒美瓶団子を入れていきたいと思います。じゃあ入れますよ。はい。瓶だから大丈夫なんだよね。大丈夫だと思います。じゃあこちらをどんどん入れていきます。よいしょ。もうすぐ温まるんじゃない。これ5分って言ってたもんね。あ、お湯が入れすぎだ。溢れちゃいましょう。溢れちゃダメなんだよ。ちょっと待って、お湯が入れすぎだから、ちょっと待って、時間差できちゃう。ラムネだけ。よし、じゃあこれでラムネを入れます。よいしょ。オッケー。じゃあこちらで5分ほど温めていきたいと思います。いらないよ、このショット。お、太った男性がお湯を持ってる。ちょっと誰がいるの、こんな。はい、もうオッケーです。あと5分待ちますんで。
はい、ということでこちら温め終わりました。なんか見た目はやっぱ変わんないけど、ぬるくなりましたね。いいかい、あ、あったかいわ。いや、いいね。あったかいの美味しいよ。今パッと見えたんですけど、団子が2本入ってるわ。ちょうどいいっすね、2人で分けられるんで。はい、ということで早速食べれる状態になりました。ここの5本が温めてあるやつ、こっちがもう冷たいやつですね。それでは早速、デカキン VS ウーム女性マネージャー浜バディとの大食い対決スタート。スタートゆっくりシェアしていきたいと思います。あったかいものから先に行きたいですね、はい、じゃあ何から行くかだね、まずね。そうですね。いやでもこれ感動すごいと思うよ。これも僕もまだ食べたことないんで、きなこの感動すぐ行っちゃう。行っちゃう。じゃあ行きますか。じゃあきなこから。はい、はい、じゃあ行きます。開けますよ。はい、せーの、よいしょ。はい、きなこだらけ。すごいよね、もう幸せですよね、きなこたくさん入ってて、はい、ここから棒を探しましょうか。あ、ちゃんとこれが入ってますね。あの新鮮に保つみたいなやつ。あったあったあった、口が発見しました。じゃあ行きますよ。これすごいこぼれるよ。うわ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 、すごい。うわすごい、もう舌とんでもないことになってるわ。うわ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 ー、すごい出てきた。もうちゃんときな粉をまとってますね。うわ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 、舌は大惨事ですが。じゃあこちらいただきます。すぎるわ。いい餅だ、本当に。つきたての餅食べてるような感じ。うん、めちゃめちゃ柔らかい。で、甘すぎないですよね。美味しそうですね。うん、はい、一本完食です。うまいなぁ、これは。それでは、浜バディもこちら食べてみてください。見てください。こちらの中に、あの、団子を取る用のやつが入ってたんですけど、こうなってるんですよ。え、こんなの見たことないわ。確かにこれあったら一撃だもんね。はい。はい。こうありますよね。ここで、この串を使って、出ないようにこうだ。こうだよ。したらほら、粉が全然出ないもん。で、あとはこれを刺して食べるっていう。こういうことだったんだ。あ、じゃあちょっと僕も食べよう。みたらし。冷たいバージョンもちょっと食べてみよう。これ便利だな。これあれば。見つからない。棒が見つからないですね。これ最初の一本目はもう無理なのかな。あ、すごい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 。こうやって抜くと。まあ、冷たいからね。やっぱり。あ、でもまあ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 。いいんじゃないですか。このきな粉をつけて。はい。冷たいバージョン。いただきます。夏だからこっちの方が好きかもね。冷たいの美味しい。歯ごたえが増しますね、やっぱり。温かいのは柔らかくて美味しかったですよね。うん。あの、コンビニのレジの横にある餅の硬さ。美味しいやつ。うん。一番いい。うん。これで、お団子今10個ですね。あの、きな粉系は先にちょっと仕留めちゃった方がいいかもしれないですね。冷たいのもいいでしょ？ね。いいよね、このね。あったかいのももちろん美味しいんですけど、冷たいのもやっぱね、最高ですね。上品な方はあったかい方が好きかもね。そして次、黒糖。見つけた。そしたら最初からこうやってもうきな粉出しちゃいます。黒糖の方が、ちょっと、どうなんだろうね。やっぱみたらしより甘いって感じなのかな。どんな感じなんだろう。あ、出てきた。うおー、来た。やっぱ濃いですね、色が。これなんか、絶対さ、合ってる食べ方あるよね。これが正解なのかな。どれが正解なんだろうね。それも瓶の外でやるのが正解なんじゃないですか。あの、居酒屋の焼き鳥取るやつと一緒のパターンね。一粒にきな粉を回す。待って、これ居酒屋に必要なんじゃない？これ。居酒屋の焼き鳥取るときにこれ一番いいじゃん。で、こちら、いただきます。うわ、全然違うわ。めちゃめちゃ甘くて美味しいですね。超甘い。爽快な甘さ。うん。うん。うまい。こちら15本完食。甘ければ甘いほどうまい気がしてきますね。甘みはうまみですね。じゃあ続いては、デカキンが、これ美味しかったの。ほんとおすすめなんで。ラムネ。色はさ、なんか、ほんとに美味しいのって感じじゃん。全然。ラムネ超うまいんで。ラムネの匂いが今してきました。でしょ？はい。匂い超ラムネ。うわ、もう見た目がもう、これよ？すごい見た目だよね。じゃあこちら、いただきます。うん。ラムネ、めっちゃ美味しいけど、冷やしてた方が美味しかったかも、ラムネもしかしたら。あー、そうですね。だって、ラムネってさ、冷えてる飲み物のイメージじゃん。ちょっとだけ頭バグっちゃうけど、でも、全然やっぱうまいよ。合う。ちょっとだけ頭バグっちゃうけど、うん。うん。どう？キンキンに冷えたやつで食べたかった。ね、ラムネ冷やしてた方が美味しいかも。すぐ食べちゃいました。はい、ということで20本完食です。
じゃあ続いて、桜いこうかな。やっぱ色で、綺麗な。よいしょ。うわ。はい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 。うわー、桜餅の匂いする。綺麗ですね。超綺麗。これで花見とか行きたいですね。こちら桜。いただきます。うん。もう本当の桜餅。ノーマル桜餅です。マジで。葉っぱもちょこちょこあるんで、普通にうまいな。うん。こんな団子食べることなかなかないもんね。桜餅ですね。うん。25個完食です。はい、続いてこちら。マンゴー。黄色僕好きなんで。で、マンゴーも好きなんで、これは。うん！マンゴーだ！いや、これもだから、冷やしてた方が良かったんじゃないかな。温めずに。温める前に、この味は冷やした方がうまいんじゃないとかを考えた方がいいかもしれないですね。全部一回温めたからね。これはすごいよ。これ綺麗。じゃあ、いただきます。やっぱりマンゴーって冷えてるイメージあるから、ちょっと頭バグっちゃうんですよ。またバグっちゃうんですね。でも甘くて美味しい。じゃあどうぞ、ハマバディもこれも。大食い対決ですが、ここでね、あのハマバディがギブアップしたらもうそこで終わりですから。ただ私、スピード勝負のタイプですので、今回のお餅のように、こう、ゆっくりゆっくり食べる。そう、ゆっくり食べる。お腹がすぐにいっぱいになってしまいそうでして。あ、これ勝てるな、じゃあ。これで今30個目ですよね、お互い。そうですね。冷たいので食べたかったです。そうだよね。これも絶対冷えてた方が美味しいもんね。高いマンゴーはバグっちゃいます。バグっちゃいますよね。僕はラムネの方がバグっちゃうんで、まだマンゴーはマシかな。常温のマンゴーはよく食べるんだよね。はい、30個完食です。それでは、温めゾーンの最後、ずんだ食べたいと思います。ずんだはこれはもう、温め最高のゾーンじゃない？めちゃくちゃ楽しみです。ずんだ、あ、どうだろう。ずんだってだから、枝豆を粉々にしたような感じですよね。だから、温めない方が良かったんじゃないかみたいな匂いはしたけどね。はい、こちらずんだです。いただきます。うん、あ、美味しい。けど、これ冷たい方がもっと絡んでる気がするの、ずんだが。だからもっとね、ずんだ絡んでほしいのよ。でもやっぱ餅柔らかくて美味しいですね。冷たくて出会いたいな、ずんだも。これ、冷えてる方がいいかもね。夏だからかな。まあ、ちょうど僕も今、ずんだ色なんで。まあ、ずんだ推しではあるんで、ちょっとこの冷たいやつね。これ食べるの楽しみですね。はい。35個完食。はい、ということで、温めるゾーン完食。ちょっと、冷えてる方が美味しかったんじゃないっていうのが、たくさんあったんで。冷えてるゾーン楽しみですね。で、今食べたのが、二人とも、35個。はい。冷えてるラムネ行きましょうか。これはもうね、頭バグらないんで、こっちはどうなってんの？あ、こっちも、串が入ってますね。串が入ってて、何個ずつなんだろうね、これはね。引き抜くの楽しいですよね。いや、一発目の引き抜くやってないでしょ？はい。すごい難しいんだから、一発目の引き抜く。はい、来ました。美味しそう。これいいね。じゃあこちら、いただきます。うん。あったかいのと冷たいの全然違うわ。ただ、こんな甘かったんだって感じ。なんか予想外。冷たいラムネ。いただきます。うん。うん、こっちの方がバグらないから、美味しい。冷たいものが合うものと合わないものありますね。ありますね。まだ食べてない味がなんと2つあるんですよ。黒ごまはもう絶対うまいでしょ。うわ、上に、きな粉みたいな感じで、上にごまの、粉がたくさん固まってますね。ほら、これもね、すごい出るパターンのやつなんで気をつけながら。はい、ではこちら、黒ごま、いただきます。これを待ってた。あれ？ナンバーワンかな？君がナンバーワンだ！最高ですね。じゃあこれ、ハマバディも。はい、いただきます。はい。美味しいですし、ずーっと甘いで来てたので、これだけこうガツンとしょっぱいものが来ると、ね、和食みたいに来ましたね、急に。それでは、早速、この怖い、鬼から、行きましょう。鬼からは、ほら見て、唐辛子みたいなのが。わー、めちゃくちゃ入ってますね。ごまの代わりに唐辛子みたいなやつがめちゃめちゃ入ってるよ。これ下何なんだろうね、しかもね。みたらしかな。甘辛？美味しいんじゃない？もしかしたら。鬼辛味、挑戦してみたいと思います。えい！すっごい辛い匂いする。すっごい。ほんと唐辛子、粉々にした感じだ。レベル違うの頼んじゃったかも。あ、ここまで匂ってきました、唐辛子の辛い匂い。ほら。うわー、これは鬼辛だ。すごいよ。これしかもセットで買うときに、このセットだけ鬼辛が確か入ってたような気しましたね。うわ、怖いな。鬼辛、いただきます。あ、すごい。そりゃそうだよ。唐辛子噛んでるみたい。あ、でも味はみたらしかな、多分。食べれなくはない。
癖になる人もいるって言われる理由もわかる。唐辛子噛みながらみたらし団子って感じ。うん、はい、41個完食です。何枚でいきますか。はい、いただきます。はい、唐辛子噛んでる感じでしょ。汗が出ますね、すごい。辛いです、めちゃくちゃ辛いんですけど、うん、食べれちゃう。そう、食べれちゃう。でもこんな食べたことないんで、確かにちょっとやっぱ買いたくなりますね、1個入ってると。で、お互い41個ずつ。こっからは知能戦です。もう好きなのを取っていいんで。はい、じゃあいきたいと思います。じゃあ悪いけど、はい、ずんだ。こっからが本当の大食い対決ですから。はい、私マンゴーをいただきます。はい、マンゴー。じゃあどうぞ。はい、ずんだいただきます。うん、うまっ。ずんだうまっ。え、その前にちょっと今対決って言ったけど、ずんだ食べてほしいんだけど、これマジうまいよ。ちょっと一回いただきます。はい、うん、うまいね。これ求めてたというか、冷たくて美味しいですね。うん、はい、43個完食。桜いっちゃえ。よっしゃ。はい、45完食。あー、甘い、うまい。冷えてるマンゴー美味しい。マンゴーは冷えてる方が美味しいです。うまいね、確かに。え、ちょっと待って、マンゴー全部いった。はい、やべえ、話変わってくるわ。じゃあ俺桜行かないと。ちょっとマジ。じゃあ僕もこれいっちゃいます。うん、ということで団子大食い対決終了。実はですね、全部のご褒美瓶団子食べ終わりました。ということで結果発表。それでは結果を発表したいと思います。まずデカキンが食べたお団子の合計が47個です。お願いします。それではハマーマディが食べた団子の数を教えてください。47個になります。ということは今回の送った月は同点。ちょうど一緒の数ずつ食べたってことなんですね、じゃあ。はい。まだでも僕いけたんで、正直。いや、私この後アイスクリームを食べようと思って。ああ、じゃあもう本当に今回はじゃあ温存だ。二人とも全然まだまだいけたよっていう状態で、今回はたまたま同点になりましたね。まあだからこれは絶対お土産とかに喜ばれるでしょ。みたらし団子とかしょっぱい系が好きな人は甘いよってなっちゃうかもしれないけど、こういう甘いもの系が好きな人はめちゃめちゃ大好きで食べれるし、お土産にも喜ばれるし、最高っすね。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。